藤田智彦は、日本語教師、アクと、秋田テレビの元アナウンサー。秋田県秋田市生まれ。秋田県立秋田高等学校、厚生大学文学部卒業後、1998年に入社。2003年3月に退社。目覚ましテレビの中継アナウンサーとして知られる。同期のアナウンサーは、武藤綾子。2003年、秋田市。 優和町で在住外国人のための日本語支援活動に参加。同年12月、日本語教育能力検定試験に合格し、日本語教師資格を取得。2004年、日本語教師の研修のため英国留学。2005年4月から2008年3月まで、新潟県佐渡市のケーブルテレビ局、佐渡テレビジョンでキャスター。2008年4月から2010年3月まで、 山形県の県域民放局サクランボテレビジョンで記者県カメラマン。2008年6月に発生した岩手宮城内陸地震では FNN 取材団の一員として現場からの中継を担当。2010年4月から韓国ソウルで日本語教師。2015年4月から関西大学留学性別科で特任常勤講師。2019年4月から 国際交流基金ソウル文化センターで日本ご専門家を務める2009年 FNS26 時間テレビありがとうございます